分類の設定が謎すぎるポケモンたち。分類って言うと、ピカチュウで言うネズミポケモンみたいなやつのことだね。その分類が謎なポケモンがいたので、紹介していきます。まずはウィンディ。分類は伝説ポケモンです。でも禁止伝説ではなく一般ポケモンです。伝説詐欺じゃねえか。シードラ。分類はドラゴンポケモンです。なるほど。ドラゴンポケモン。水タンタイプなのに？進化してキングドラになることで、ようやくドラゴンタイプが追加されるんだけど、タッツーからキングドラになるまで、ずっと分類がドラゴンポケモンのままなのよね。分類がドラゴンポケモンな子は他にもいるけど、その中でタイプがドラゴンじゃないのは、タッツーとシードラしかいないから、余計に謎だね。ちなみにスイッチのレッツゴーピカチュウ EV では、ドラゴン使いの四天王である、ワタルの手持ちにシードラが入ってたりします。ドラゴンポケモンだから何も間違ってないな。最後にスターミー。分類が謎のポケモンです。へぇ、どんな分類なの？いや、分類なら今言ったじゃない。え？進化前のヒトデマンは星型ポケモンで、進化後のスターミーは謎のポケモンなのよ。ヒトデマンと比べて分類設定が雑なのが謎すぎる。